にちはでーす。ってことでね、琉球市琉球市の交換優先度ランキングトップ3、交換の解説やっていこうと思います。今回ですね、交換対象キャラ7体です。結構多いです、7ね。はい。で、弾なんですけど、まあ、例えばバレリア見るとですね、こんな感じ。星7フェス限5体が基本的な弾ですね。で、今回からですね、はい、こちらなんですけど、ターデスとか、あとこちら、ミラとかですね、の星6の琉球市琉球社のキャラクターも弾になります。まあね、そんなにいっぱい持ってる人少ないと思うんですよ。私も全然持ってないです。琉球市琉球社あんま引いてないので、まあ、でもがっつり課金してる人とかはね、いっぱい持ってるかもしれないんで、そういう人はね、がっつり弾にして、まあ、バレリア増やしたりとかいろいろできると思うんで、はい、まあ、ちょっと嬉しい情報修正ですね。こちら交換所です。あとまあ一応ね、学園ウルカとかのね、この辺の学園系、季節系ですねのキャラも弾になるよって感じになってます。はい。で、まあね、今回ですね、結構まあ7体もいて、で、取るか取らないか怪しいラインだと思うんで、しっかりね、細かく解説していこうと思います。もしね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも通り、評価基準は代用できるかと長持ちするか。で、注意なんだけど、各ボックスの状況によって順位は変動します。特にね、まあ、モチベーションとか遊び方、エンジョイ勢か、まあ、ライト勢か、がっつりやってるかとかによってね、順位結構変わります、今回。はい。なので、注意してください。はい。ではですね、いつも通り注意なんですけど、交換は7月24の最終日がおすすめです。上位交換出るかもしれないからね。まあ、例えば今回なんか、バレリアがですね、もうみんな知ってると思いますが、スキブ10なんですよ。一番パズドラで多いスキブ10なんですけど、もしかしたらね、24までの間でスキブ多いやつ出るかもみたいな感じで、情報修正というか、上位交換出るかもしれないんで、一応ね、待ってから交換しましょうという感じです。はい。ということで、やっていきましょう。はい。まずはですね、トップ3の前に、そのね、トップ3入らなかった7体中の残りの4体から発表していこうと思います。解説していこうと思います。はい。まずですね、はい、こちら、イデアルです。はい。イデアルですね、まあ、本体は正直ね、もうほぼ使わないと言っても過言ではないですね。10ターンのスキルで2チーンと2ターンダメージ吸収、属性吸収。で、6色陣ですね、なんですけど、まあ、使いどころすごい狭いです。はい。で、一応闇の形態も全部じゅんぐり見ていきましょう。闇の形態も同じスキルですね。やっぱりね、ちょっと使いどころはかなり狭めです。はい。そして続いてこちら、転生進化ですね。こちら、浮遊持ってます。一応火力高くて、で、12ターンのスキルで6回以上6色陣で、6ターンの間、サブエンハンス 1.5 倍で、泥強です。まあ、やっぱ使わないかなっていう。まあ、他に使うキャラがいっぱいいますからね、最近は。はい。そして、文明ですね。そしてこちら、はい。武器ですね。7C2 つたこ焼き。で、4ターンのスキルで自分の火力5倍の6解除して火を6個生成。これもね、って感じですよね。はい。です。はい。で、続いて、イデアルのもう一個の武器。こちら、ついですね。7C チーム火薬2つ、指2秒。10ターンのスキルで2チーン、2ターンダブル吸収で6色陣です。これもね、ワンチャン使うことはあります。まあ、他色最近流行ってないですけど、多次元とかですね。で、まあ、ちょっと使われてたかなという印象がありますね。ただ、別になくても全然大丈夫です。この遅延とね、2ターンダブル吸収、これ、私が嫌いなんですよ。嫌いというか、遅延、この威嚇しながら、このギミック対応すると、どっちかが絶対腐るような仕様になってるのがね、気に食わないですね。はい。さあ、で、続いて、はい、こちら、水のイデアルです。新しく増えましたね、こちら。これね、5色強化3つ持ちで火力高いんですよ。で、4ターンのスキルで5ターンの間、ルーレット生成で、まあ、スキルターンプラス1になってもルーレットループしますよっていう強み持ってます。で、問題は指延長がないので、ルーレットそんなにたくさんは使えないよって感じですね。はい。まあ、ちょっとルーレット使えるけど、まあ、ね、盤面、どんな盤面からでも好きに入れ替えられますよとかではないですね。はい。まあ、でも一応スキルターンプラス1でルーレットループできるキャラクターになってます。まあ、もしね、活躍するというか代用が効かなくなる、もし欲しくなるとしたらこの形態なのかなというふうに思ってます。まあ、にしてもですね、全形態そんなに魅力ないので、まあ、交換する必要はないかなというふうに思います。まあ、コンプ以外で交換する必要はないかなと思います。はい。で、続いてです。はい、続いてこちら、ラジョワですね。ラジョワですね、これ、まあ、究極進化、進化前、どちらもですね、これ、ウェハース2個持ってるんですね。で、まあ、イナハドラーとか、その辺が流行ってる頃はね、少しだけ使われてました。今だと、まあ、ブラックさんのね、リーダー枠で使われたりしますが、まあ、でも別にブラックさんのリーダー枠、まあ、他にいっぱいいますからね、そもそもブラックさんでもいいですから、リーダーってなると、まあ、ラジョワそんなにいらないかなっていう雰囲気出てますね。はい。9ターンのスキルで全ドロップ6解除して、闇回復の2色陣。で、消せない場合の覚醒無効を全回復ですね。まあ、陣と消せない場合の覚醒無効を全回復、HP も全回復。これが9ターンで打てるのは、まあ、弱くはないんですけど、じゃあ2色陣が使いたいかって言われるとね、別に使いたくはないんですよね。はい。なので、まあ、視覚的微妙な感じになってます。はい。で、リーダースキル闇4個繋げて結束力が上昇。最大44倍ですね。で、
最大で30個でね、最大倍率出ますっていうね。まあちょっとリーダースキルの書き方は良心的。で、受けるダメージは常時半減、指5秒延長です。はい。もうね、ランチマンの使い方的に、ウエハース2個持ってる時点で指延長もいらないし、二色時もいらないから、ちょっとミスマッチな感じがね、しますね。はい。で、続いて究極進化ラジオはこちらです。はい、これ無効貫通の方の。ラジオはですね。で、これ、ウエハースも持ってるんですよ、超覚醒。だから、ウエハース2個、無効貫通5個持ちっていうね、まあ、両方発動したら、めちゃくちゃ火力は高いんですけど、まあ、でもやっぱり、ウエハースと無効貫通ね、同時に使うことなかなかないので、やっぱりね、そんなに強くないかなと思います。まあ、内容で言うと、ちょっとね、火力高すぎて、これ。ウエハース2個に無効貫通5個は相当火力高いので、そこのペンではね、ちょっと内容は聞きづらくはあるんですけど、まあ、やっぱりね、闇の無効貫通キャラもかなり豊富ですから、あの、ネレとかね、普通の大魔女のネレとか、遊戯とか、火力高いキャラはね、いっぱいいますから、まあラジオじゃなくても大丈夫でしょうというふうに思います。はい。で、リーダースキル一応確認しておくと、ドラゴン悪魔タイプの HP が 4.5 倍、攻力が5倍、闇を5個つなげて消すと5倍固定1ダメージとなっておりますという感じですね。はい。で、ラジオはですね、武器強いです、こちら。はい、スキーブ、バインド回復2つ、チーム HP2 つ、枝豆、9ターンのスキルで6解除して2色陣消せないバインド覚醒無効と HP を全回復ですね。はい、スキーブ、チーム HP2 つに、まあ、バインド回復持ってるという、このバインド回復も含めて採用するとなると、少し代用聞きづらいですが、最近全くと言っていいほどこのラジオ武器見てないですね。一時期ね、バインド回復を結構、自力で、だから覚醒でするっていうのが流行ってたりはしたんですけど、最近はそういうのもなかなかないので、そこまで重要視はされてません、こちら。はい。ただちょっとね、ちょっと強いよって感じですね。枝豆もいいですね。はい。ダメージ吸収センターつけたりするんでね。はい。なので代用はちょっと聞きづらいけど、長持ちは最近もうそもそも使われてないんで、ちょっと下振れかなっていうふうに思います。汎用的に使える覚醒ではありますね。はい。この武器目当てで1個持っとく余裕がある人はって感じですかね。はい。で、最後、木のラジョワです。これね、木の無効貫通のサブって感じになってますね。一応7ターンのスキルで指2倍になって7、6にして消せない場合の覚醒無効を回復ってことで、指と消せない場合の覚醒無効と、まあ7、6、まあ5、4場面とかした時の対策ってことで、役割かなり多いんですよね。なんで、もし使うとなったら、代用は効かない可能性があるんですけど、そもそも木の無効貫通パティ組んでる人はですね、ものすごい少ないと思うので、あまり注目はされていませんっていう感じです。リーダースキルも結構強いですね。全パラ 2.2 倍、9個消しで半減20倍ってことで。まあないんですけど、まあ、じゃあ強いかって言われたら使ってる人がいないからそんな強くないよって感じです。役割自体はとても多いので、まあ、ちょっと評価はできますねって感じです。はい。なので、まあ、木のラジオはと、まあ、このですね、こちらの武器ですね、目当てで取るのは全然ありかなというふうに思います。はい。続いて3体目ですね。3体目こちらロシェです。はい。ロシェ正直これね、トップ3入れるか迷いましたけど入れませんでした。はい。まあ、火力高いキャラクターですね。はい。で、6ターンのスキルで残ターンの間属性吸収目を6解除して、火とお邪魔を気に、で、水と毒を闇に変化させますってことですね。で、こいつね、真空前も火力高いんですけど、新しくね、出た形態がさらに火力高いので、そっちでね、火力の評価をしようと思います。はい。で、闇ロシの方もね、こちら 50% 以下4つ持ちです。で、火力高いですね。で、6ターンのスキルで3ターン属性吸収。まあ、強いんですけど、じゃあ、そんな使うかって言われたら使わないし、最近ロシじゃなくても火力高いからいっぱいいますから、まずロシェを使う必要はないですね。一時期ね、ロシェがすごい火力高かったんで、火力枠でロシェ使うこともありましたけど、今はね、そこまでロシェが特出してバカ高い火力持ってるわけじゃないんで、はい、この辺は使わないことが多いでしょう。そして武器です。これね、ウェイ3つ持ち封印持ち武器なんですよね。これはね、地味に強いんですけど、じゃあ最近ウェイ3つ持ち武器使われるかっていうと使われなくて、これなんでかっていうと、ショーテルとかですね、クレイモアとかの、ウェイプラスキラー持ちがすごい強すぎて、ウェイ3つ持ち武器が、まあ、全くもって必要ないっていう感じになってます。まあ、スキル採用ですね、3ターン属性吸収とまあ6解除。で、ロシェのこの武器使うことあるってもですね、ウェイ3つで対応することはないので、ちょっとね、時代に置いてかれちゃった感がある武器ですね、こちらも。はい。まあ、一時期ね、天命とかで使われてたイメージありますけど、ちょっと今日、かなりきつめですね。はい。そして、はい、水ロシェでございます。こちらがですね、ウェイ10個に浮遊持ってます、超覚醒ね。めちゃくちゃ火力高いんですよ、はい。さっきね、進化前の、今までの既存キャラの方で火力の評価しなかったら、これが火力高いからですね。はい。ウェイ10個に浮遊持ってるんで、めちゃくちゃ火力高いです。で、しかも3ターンのスキルで属性吸収、ダメージ吸収ですね。ダメージ吸収持ってるのも結構プラスポイントですね。はい。で、ランダムで6色4個ずつ生成です。まあ、これはおまけですけど、3ターンでダメージ吸収できて火力でかいのは、かなりですね、評価としてはできます。ワンチャン代用効かない可能性ありますが、すごい局所的に使うだけなので、まあ、なくてもなんとかなるかなというふうに思いますね。で、一応リーダースキル
読んでおくと、落ち込んなしでドラゴンタイプの HP が5倍。ただし、6色同時攻撃で24倍、5コンボ加算ってことで、ドラゴンタイプでシバドラかと思わせて、別にシバドラリーダーではないということで、うん、まあ別に、なんか他色なんで、リーダーでは使えないですね。はい。まあ、火力と、まあこの3ターンダメージ吸収のスキルでもしかしたら使うかもねって感じになってます。はい。以上、ロシェでした。はい。ということで、はい。ラストですね。はい。4体目です。トップ3入れなかった4体目。こちら、ハイレンでございます。はい。ハイレンはですね、これまず12ターンのスキルで HP と覚醒無効を全回復6解除してダメージを無効化して、火と水のエンハンス9倍ですね。バカ高いエンハンス持ってますが、うん、じゃあ使うかって言われるとね、そもそもあんまり重いスキルが最近流行りじゃないですから、かなり下振れてますね。あんま使いたくないです。はい。で、こちらハイレンのもう一個の携帯ですね。こちら 7C4 つ無効貫通3つ、12ターンのスキルで同じスキルですね。はい。さっきの木のやつでも使いづらかったのに、水属性になってさらに使いづらくなってます。はい。それだけです。はい。そして武器です。この武器はね、たまに使ったことがありましたね。で、チーム HP3 つ持ちになったんで、で、火属性でしょ。シバトラとかで使いやすい火属性追加なんで、もしかしたら使うかもしれないですね。火属性追加、チーム HP3 つ、12ターンのスキルで HP 覚醒無効を全回復。HP 回復するのもですね、まあ、シバトラ周回とかだとかなり嬉しいですね。で、6解除してダメージ無効。このダメージ無効もいいですね。で、エンハンスも回復。できます。9倍ですね。めちゃめちゃ高い。ってことで、これはですね、ワンチャン使うかもしれないですよね。はい。HP 回復しながら、覚醒無効を回避しながら、ダメージ無効までしますから。で、火属性追加で、チーム HP3 つ持ってる。さすがにもしかしたら使うかもしれないって言わざるを得ないですよね。まあ、しばだら周回とかかな。わざわざ他色とかで火属性追加使うことはあまりないと思うので、まあ、しばだら周回で使うかなって感じだと思ってください。あとは逆に、あれですね、もう攻撃枚数を気にするような編成、ランダムとかで、火属性追加することで攻撃枚数減らすとかもありますね。はい。まあ、それぐらいしか使い道はないです。はい。ということで、続いて、ハイレンもう一個の携帯ですね。はい。樹脂、三つ持ちですね。で、超覚醒にもあるんだっけな。で、毒完全耐性ってことで。で、2ターンのスキルで、ランダムで火、水、回復を3個ずつ生成。で、バトル5以降の場合は、エンハンス2倍もかけれますってことなんですけど、まあ、でもやっぱね、火、水のパーティーわざわざ組みますかって、これ火、水なんですよ。火と水を両方とも作るんで、まあ、セイナみたいな感じなんですけど、まあ、シールフとかね。ちょっと流行りじゃないですよね。シールフが流行ってた時代は強かったけど、今はそういう時代ではないので、うんって感じですね。だったらウルフデイジョナ使うよって感じなんですよね。はい。なのでこれもちょっと微妙かなという感じです。はい。さあ、で、最後、こちら、光のハイレン、新しいやつですね。こちら、自信3つ持ちに、7ターンのスキルで消せない覚醒無効を全回復。で、80% 激減持ってます。はい。80% 激減と消せない覚醒無効を持ってるのは偉いんですけど、まあでもやっぱね、使いづらいね。ダンジョンデータをしっかり把握してれば、まあ激減と消せない覚醒無効回復のね、使うタイミング見極められると思うんですけど、そもそもね、消せない覚醒無効って突然来るイメージがあると思うんですよ。特にあんまり、深くやってない人は、パズドラやってない人に関しては、あんまり、いきなり来たやつを返すってイメージがあると思うので、それとね、80% 激減が一緒にあっても、すごい使いづらいかなと個人的に思います。はい。性能自体は悪くないんで、もしかしたらガチガチの周回編成とかでは使われる可能性あるかもねって感じですね。はい。という感じになっております。はい。こちらハイレンもまあ、ちょっと武器が強くて、あとこの光の新しい形態がちょっと強くなった感じですね。まあ、この二つ目当てで交換するのはありだけど、わざわざ交換しなくても大丈夫かなというふうに思います。はい。ということで以上トップ3以外の3体喋りました。ではですね、ここからトップ3発表していこうと思います。はい。まず第3位ですね。第3位、こちら、スオーです。はい。スオーね、買ってるところ、まあ、いくつかあるんですけど、まずこちら、本体のね、スキルですね。はい。こちら、6、9ターンのスキルで6解除して、火、水回復の3色陣。9ターンの間、1コンボ加算しながら、軽減ループです。はい。軽減ループはですね、やっぱ強いですね。ただ、9ターンなんですよ。で、重いんですよね。で、敵が上書きしたりとか、自分で半減打って上書きしたりとかするときあると思うんですけど、そこで切れたときに溜まり直すのがちょっと遅いので、そこが少しね、気になるかなっていう感じです。はい。そのね、9ターンなんで、例えばだから、1ターン目でね、上書きされたりとか消されたりとかしたときに、あと8ターン待たなきゃいけないんで、ちょっとね、重い軽減ループは使いづらい。ただし、打ち忘れもしづらいですよね。それどっち取るかですよね。はい。上書きとか消された時に、ちょっと、溜め直すのがめんどくさい。溜めるまでに生きられるか分からないって言って取るか、まあ、4ターンとかに一度の軽減ループは、打つのがシンプルにめんどくさいし忘れるんで、まあ、そこはね、まあ、どっち取るかというか、自分次第だと思うんですけど、まあ、そういう強みもあって弱みもある9ターンの軽減ループとなっております。はい。で、火力も高いですね。7C8 個持ってますから。はい。で、続いて、はい、こちらの携帯、火の携帯ですね。こちらも同じく9ターンのスキルで、6解除3色陣と9ターン1コンボ加算で、軽減ループ持ってます。で、チーム HP3 つ持ってるんですね。はい。視点も漏れる軽減ループなんで、もしかしたら使う枠あるかもしれないです。無効貫通ですね。はい。って感じですね。で、続いて、はい、巣の水の、はい、武器です。こちら、バインド、十字、チーム HP、チーム回復、指、
9ターンのスキルで6解除3色陣と9ターンの間1コンボ加算っていう軽減ループってことで、はい、武器バージョンですね、軽減ループの。はい、まあ、武器に継承した場合は1ターン空いてしまうことがありますけどね、1ターンのキャラにつけても、まあ、1ターン空いてしまいますが、一応9ターン軽減ループのキャラクターとして、一応使えなくはないです。ただ使ったことないですし、多分使うこともないですね。って感じになってますと。はい、ってことでラスト、闇の巣をですね、こちら4ターンのスキルで3属性ルーレットを作って、で、全員の攻撃力が 1.5 倍ですね。まあ、4ターンに一度ルーレット作るようなキャラクターで、正直ね、最近この、まあ、数ターンかけて1ターンルーレットを生成するキャラ、すごい使われづらいので、まあ、たまに、あの、欠損対策で入れとくぐらいかな、サブで、まあ、ちょろっと入れとくぐらいなんで、正直すごい使いづらくはあるんですけど、まあでもですね、もしかしたら使うかもねっていう、まあその瀬戸際ですかね、使うか使わないか瀬戸際ラインだと思います。火力は高いんですね。はい。火力は高いんですけど、樹脂3つ、ウェイ4つありますから、で、超覚醒もありますから、火力は高いんですけど、じゃあ使うかって言われると、うんって感じです。はい。となっております。まあ、やっぱこの軽減ループですね。どっちの携帯でもいいんですけど、軽減ループこれ9ターンなんで、9ターン長いですからね、はい、強いかなというふうに思います。ということで、今月を3位にしました。軽減ループで3位です。はい。続いて第2位です。はい。2位はですね、迷いましたが、はい。こちらにしました。はい。レーベンですね。レーベンですね、これね、いくつか、まあ、強いポイントがあるんですけど、まあ、一番このレーベンの中で評価ができるであろうものはこちらですね。武器ですね。はい。チーム HP3 つ 50% 以下に6ターンのスキルで HP1 になるけど、2ターンダブル吸収です。まあ、最近使われなくなってきてはいるんですけど、チーム HP3 つに 50% 以下の覚醒がまず強いでしょ。で、しかも6ターンで2ターンダブル吸収打てるのも強いんですよね。なので、はい、かなりですね、有用かなというふうに思います。代用も効きづらい。し、長持ちもしてます。まあ、ずっと使われてる武器なんでね、長持ちもしてます。まだ持ってない方はですね、持っといても全然損はしないかなというふうに思います。ただ少しね、気になるのは最近 HP1 になるのが、ちょっとね、弱いんですよ。なんでかっていうと、自動回復がちょっと流行ってるので、自動回復と HP1 になるのはすごい相性が悪いんですよね。まあ、逆に言えば、無骨とかの HP 減らしながら戦うようなやつ。で、自力で回復力高いような、回復予定すればね、すんごい回復するようなキャラにはぶささってるので、レーベンいいかなというふうに思います。はい。そしてですね、これ、武器だけじゃないんですよ。レーベン、はい、強い形態がいくつかあってね、まずまあその進化前のね、強化前の方から見ていくんですけど、こちら 50% 以下4つ持ちで、こちら同じスキルですね、6ターンのスキルで HP に1になるけど2ターンダブル吸収、はい、本体で使える6ターン2ターンダブル吸収キャラです。強いですね。はい。で、自分で HP1 にするので火力も出るのもいいですねって感じです。はい。レーベンこれいいよね。はい。で、続いて闇のレーベンです。こちらウェイのレーベンですね。で、同じく6ターンのスキルで HP1 になるけど2ターンダブル吸収です。はい。まあこれもいいよね。はい。ウェイで火力出しながら6ターンで2ターンダブル吸収打てますから強いですよね。はい。まあ、代表は効きづらいですよねってことね。はい。そしてですね、新しい形態こちら無属性で、これ 50% 以下7個持ちなんですよ。で、超覚醒10C 持ってますから、10C で火力上げることも可能です。で、しかも3ターンのスキルで HP 減らしながら、6解除してエンハンスループ 2.5 倍ですね。はい。まあ、エンハンスループ自体はですね、そんなに嬉しくはないんですけど、HP 自分で減らせるのと6解除できるの。で、シンプルにスキルターンが短いので、裏のスキル貯めやすい。裏のスキルを使いやすいのですね。はい。で、まあ、50% 以下こんだけ持ってるってことは、周回で使うことが多いと思うんですけど、まあ、そういう時はね、裏のスキル使いたいこと多いと思うので、レーベンかなり強いかなというふうに思っております。そしてね、言ったかな、無属性なのでこいつ、はい、3倍上限解放つけれるんですね。はい。で、しかも、単色、一発攻撃、単発なので、攻撃枚数も少ないってことで、結構ね、評価ポイント、周回では高いです。攻撃枚数下手に増やしてないし、火力も高いし、で、スキルターンも短いしってことで、はい、かなりね、周回の火力枠としてはですね、かなり評価高いキャラクターとなっております、レーベンです。はい。という感じになっております。こちら、レーベンですね。この無属性の火力周回性能ですね。火力とスキルターンの短さと、まあ、無属性であること、単色攻撃、攻撃枚数少ないことが、周回性能めちゃめちゃ高いので、今回2位にしました。はい。で、これいつも言ってるね、各ボックスの状況によってとか、プレイスタイルによってってやつなんですけど、周回興味ない人はレーベンの評価、まあ、下がってもいいかなというふうに思います。まあ、この武器が強いんでね、別にどっちみち、まあ、攻略性能でも結構ね、高めの上位には来るんですけど、まあ、そこまでね、このレーベンの武器使われてるわけじゃないので、まあ、少しね、この順位下げてもいいのかなというふうに思います。周回しない人はね。はい。ということで、最後、1位行きましょう。1位はですね、はい、こちら、レーベン、はい、バレリアです。バレリアは、はい、もう冒頭にも言いましたが、スキブ10ですね。はい。で、これまあ、やっぱ、スキブ10なんで、代用効かないんですよ。スキブ10、1体しかないからね。で、毎年毎年スキブ1個ずつ増えていくんで、まだ持ってない人は、まあ、そろそろ1体持っといても全然いいと思います。で、持ってる人もですね、複数持っとけば、編成考えるの楽なので、まあ、編成ね、まあ、大体基本的にバレリアは1体持ってるか持ってないかで、考えて編成投稿してますので、自分で考える場合に楽になるって感じですね。はい。
で、別に、自分で考えない人に関しては、2体以上いても、私が2体以上で、バレリア使った編成を投稿することは、まあ、ないと思ってくれていいかなというふうに思います。ただ、やっぱでも、スキブジは何番あってもいいと思いますね。はい。って感じですね。で、一応、火のバレリア、こちら、チーム HP5 個持ちですね。で、こちら、ドロップリフレッシュのスキル持ってます。で、一応ね、スキルザスキル強くて7コンボで、警護力と回復力が3倍、5秒延長4色で激減、9倍ってことで、結構76の他色のリーダーとして使われてることがあります。たまにね、本当に稀に最近でも見ます。はい、ただ76の他色はほぼ使ってる人いない絶滅危惧種編成なので、はい、まあ気にしなくていいかなと思います。バレリアはまあ、そのスキブ10の方を見とけばいいですね。はい。あ、で、一応武器ですね。これはね、たまに使います。バインドスキブチーム HP2 つ。はい、未だにバインドスキブチーム HP2 つはですね、これ代用効きませんからね。はい。まあ、最近だと、チーム HP が、を持ってる武器がそもそも増えたので、チーム HP カツカツってことが少ないから、バレリア武器代用できることも多々ありますが、ただやっぱりですね、このバインドスキブチーム HP2 個っていうのはかなり強みです。はい。なので、まあ、持っといてもいいかなというふうに思いますね。まあ、バレリア1体本体で持っといて、武器でも1個持っておくとかもいいかもしれないですね。はい。という感じになっております。はい。私はちなみにバレリア今1体なんで、まあ、せめて武器1、本体1ぐらいにはしようかなというふうに思ってます。はい。で、新しいバレリア最後見ましょう。こちらですね。4ターンのスキルでダメージ吸収無効しながらランダムドロップリフレッシュ。まあ、ダメージ吸収と6解除陣だと思ってください。で、3色プラス3つ持ち3色6個ですね。で、多色寄りのキャラクター、多色寄りというか多色のキャラクターですね。で、76リーダーでドラゴンタイプの攻撃力が6倍、5色同時攻撃で激減4倍です。うん。まあ、弱くはないんですよね、多色として。じゃあ、使うかって言われると使わないですって感じです。はい。ということで、以上ですね。まあ、バレリアはスキブ10のこの形態とこの武器ですね。まあ、私は武器1、本体1ぐらい持っといてほしいかなと思います。で、編成組むの楽したい人、自分で組んでる人、まあ、バレリアね、たくさん増やしてもらってもいいかなと思います。そして最後にね、各ボックスの状況によって順位は変動するって話なんですけど、はい、バレリアもですね、これまあスキブ10いるってことは基本的に周回なんですよ。攻略でスキブ10は使わないですから、あ、まだ他にもいっぱいいるキャラクターがいますから、スキブが多くて強いから攻略性能も高いキャラをサブに入れるので、ただ単体のね、スキブ10のキャラクターをぶち込むことはあんまないんですよ。はい。なので周回しない人はバレリアの評価下げても全然いいかなと思います。実際バレリア持ってなくても今まで生きてこれた人たくさんいると思います。実際私も1体で全然生きてこれてるし、そんなにね、バレリアしなくてもいいかなというふうに思います。まあ、武器強いんでね、武器で攻略性能として、まあ、取っておくのは全然いいかなと思います。スキルもね、ランダムドロップリフレッシュで結構強いですからね。はい。ということで、以上トップ3と他4体の解説でした。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。